いわきの妹、おこと、オナハマ、ひとり暮らし、いっです。さて、今日発表していくのは、福島県の刑務所、拘置所、トップ4です。ひょい、ゴー！ナンバー4は、いわき拘置所。いわき拘置所でございます。こんなところに拘置所があったんだ。面会は平日のみ、30分タームでの面会となりますので、ご注意ください。何のご注意？続いて、ナンバー3は、白川拘置所でございます。白川にも拘置所がございます。そもそも拘置所と刑務所の違いって何なのかなって調べたら、刑が確定してる人は刑務所に行く。刑が確定してない人は拘置所に行くんだね。続いてナンバー2は郡山拘置所。差し入れできるものは現金や下着、タオルなど。その他にもね、面白かったのがね、数珠だとかロザリオを差し入れできるんだって。ロザリオって知ってた？こういうやつ。そして栄えあるナンバー1は福島刑務所でございます。でっかい、見てこの広大な土地。そして至る所にね、裁判所や少年院が隣接していて、施設の中には畑なんかがね、大きく展開されてる。受刑者の皆さんがね、一生懸命やってる、そんな畑が見受けられるのが珍しいですね。はい、というわけで今日発表したのは、福島県の刑務所、拘置所、トップ4でした。